こんにちは。今回は白ビールの世界史について解説します。日本人にはそこまで馴染みがない白ビールですが、実は面白くてとっても美味しいホワイトビールの歴史を解説します。まずビールの主な原料は麦芽、水、ホップに酵母を加えて発酵させます。トウモロコシなど副原料が加えられる場合もありますね。ビールは主に大麦が使われ、中でも二条大麦が使われるのが一般的です。小麦は基本的にビールには使われず、グルテンが豊富に含まれるため粘りや弾力を生み出し、パンとして活用されるのが一般的です。そんな中で小麦を多く使ったビールが白ビールなんです。フルーティーな香りとまろやかな口当たりで、ビールが苦くて苦手という人でも飲みやすいビールなんです。白ビールとして有名なのがバイゼンとヒューガルデンホワイトです。今回はこの2つについて解説します。まずバイゼンは1040年ドイツバイエルン地方ミュンヘンのバイエンシュテファン醸造所から作られました。ちなみにこの醸造所は世界最古の醸造所です。当時バイゼンが生まれた南ドイツは品質が悪く、北ドイツからビールを輸入していました。そこで1516年ベルヘルム4世がビール純粋令を出します。ビールは大麦、ホップ、水のみを原料とすべしとし、ビールの品質を上げ、また食料を確保するという目的もあったようです。しかしこの法令はビールの品質を上げる理由以外に、小麦を使ったビールを平民に作らせず、特級階級の貴族のみが儲けることができる仕組みを作るものでもあったんです。こうしてバイゼンはバイエルン地方の確固たる地位を得たんです。しかし今の日本でもほとんど飲まれているフィルスナータイプのビールが人気を得、バイゼンの人気がどんどんと落ちていったんです。しかし1980年代にドイツのビール愛好家が、こんなに美味しいビールを廃れさすのはもったいないとして声を上げ、人気を取り戻したんですね。ヒューガルテンホワイトもバイゼンと同じくフルーティーで飲みやすく、今ではホワイトビールの代名詞のようなビールです。オレンジピールとコリアンダーの種を使っており、若者の間で人気になって大流行したんです。しかしそんなヒューガルデンホワイトも一時は滅亡の危機にありました。バイゼンと同じくピルスナースタイルのビールの人気により、ヒューガルデンホワイトの人気もどんどんとなくなっていきました。ヒューガルデン村はベルギーでも有名なホワイトビールの生産地でした。しかし醸造所がついにゼロになってしまったんです。そんな中ピエール・セギスというベルギー人が借金をして醸造所を作り、苦難の末復活させたんです。セリスさん、本当にありがとうございます。ちなみにコンビニなどで売られている水曜日の猫はこのホワイトエールのスタイルなんです。実は日本でも人気のスタイルなんですね。今回は白ビールの世界史を解説しました。ビールが苦手という方こそぜひ飲んでみてください。絶対に飲めると思います。飲み会でとりあえず生と言ってフルーティーな白ビールが出てくる時代が訪れたらいいなと思います。
この動画が良かった、ためになったという方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。